餅家増造のちょいとした仕事信濃の国の高島城下といえば今の諏訪神にあたる当時も湖水と湖畔の温泉とそうして上社下社の諏訪明神とで遠近に知られていた諏訪明神はちょっと信じられないくらい古い神社らしい。 シナの一宮と言われる高い格式で、七年に一度挙行される御柱祭りは知る人ぞ知るであろう。一年のうちに七十五回という大量の霊祭があり、毎年三月の鳥の日を大祭とする。この時には、神前に鹿の頭を七十五個備え、またその肉を、 人人や関係世話でで食べるるそうであるつまり年々七十五頭の鹿をほふるわけでこれには氏子諸君も絶大な苦心をしたなどという程度ではなかったろうと思われるがどうであろうか現在でもこの行事が実行されているとすればその心境の程を聞いてみたいものである。 この時は夏、六月だから、祭りの格としてはごくおざなりなものだった。にもかかわらず、景観としては信濃一宮だけのことは十分にあった。参道の両側から境内へかけて、各種多様の売店や見物小屋が並び、老若男女の参詣人が時に混雑し、 時にまばらになり、またしては混雑し、ごった返すという具合で、夏祭り的な賑わいと華やかさは十分あると言ってよかった。これら賑わっている参道の裏、夏草の茂っている原のひとところに、楽な言い方をすれば、黒山のように人が集まって何か見物している。 かなりな人数で輪を作って中で何かやっているのだろう。時々わめいたり声援したり、またはどっと歓声が起こったりした。さっきから断っている通り、これは見せ物や工業ではないぞ、お立ち会い。人垣の真ん中でこういう声がする。修験者の服装で 四つ目らしい顔をしているが、紛れもなく持ち家増増である。そのそばに順次郎が立っている。これは何かの行者めいた格好で、白の水管に袴、頭は双髪にして背垂れている。二人の前にはむしろを引き、神棚見たような白木の台に、 おみきとっくりや榊などが飾ってあるそしてむしろの上には小指ぐらいの太さから直径二寸余りもある鉄棒が十本ばかり置いてあったここにいる街道丸は木曽御嶽の山中人石未踏の洞窟の中に生まれ木の実をはみ草のつゆを吸って育った 増蔵は淳次郎をこう紹介しながら続けた二十歳になるまで人間というものを知らず俗人に触れず常に新鮮と遊んで身に冷気を持っている草木中魚鳥獣の語を自在に返するが人語は知らないこの度は五穀閉店か 庶民安穏五国豊上の祈願のため、核は国々を回っているのだぞ、お立ち会い。マスゾーはここで一段と声を張り上げ、ある種の職業的身振り、どんな職業のどんな身振りかということは判別ができない。様々な職業とその身振りを連想させるが、同時にそのうちの どれとも言い難い身振りをした。今述べた祈願のために、各地の全南全助から、城剤の記者を受ける。一子半戦の記者によって、その土地の五穀豊穣、悪難厄災を払い、家内安全、商売繁盛の福が得られる。だが待ってくれ、お立ち会い。 我々は古事記ではないから、ただで記者は受けない。お志の人は、これにいるカイドーマルと、この鉄棒で力比べをしていただく。力比べというが、これは、お前方の棒押しや、俵差しの類とは違うぞ、お立ち会い。まず、ここにあるこの鉄棒。マスゾウの饒絶を要約すると、 それは、南蛮鉄という特急品であって、街道丸が御嶽山において鍛えに鍛え、御嶽大名人はじめ、日本国のあらゆる神仏の霊を込めて打ち上げたものだという。自然、それへ触っただけで、神仏の霊気を受け、莫大なるところの利益を得られる。しかも街道丸は、 新鮮の霊を持っているから、これと力比べをすれば、功徳は100倍するであろう。こう、増蔵はまくしたてた。では、工場はこのくらいにして、いよいよ街道丸の人力をご披露しよう。断っておくが、これは修法の一つだから、不敬があってはいけないよ、お立ち会い。では、これより。 彼はこう言って、首にかけてある大きな数珠をさらさらと押し込み、ひょうひょう行変状変哀、変哀、変哀、えいこういう呪文めいたことを言い、気合をかけてくじを切った。すると、街道ドウマルコと順次郎は、左手で細い鉄棒を取り、 これを前方へ差し出すとともに、右の手でその市花をつかみ、ぐーっと早朝なしぐさで手前へと折り曲げた。えいマスゾウはまたくじを切り、第一は天の木を下ろした。第二は地の木をあげるぞ。さあ、返上や偏刃、えい ちょうどこの時のことである参道を通りかかった勝田仁志郎と桐生吉兵衛とがこの草原のどよめきを聞いて何気なくそっちへ行ってみた二人は田舎街道をまっすぐに来て昨日この高島へ着き今上社へ参詣した戻りである人垣の後ろからのぞいて どんなに彼らが驚いたかは言うまでもあるまい。いや、持ち家だ。マスですよ、勝田さん。若殿だ。純次郎様だ。仁志郎はつぶやくような声で言った。間違いはない。若殿だ。どれですどの方です 松蔵の脇にいる方、今鉄棒を曲げているあの方だ。あれが若殿、あれが純次郎様ですって。黙って、様子を見よう。人志郎は吉兵衛を制して、力比べの模様を眺め合って。いつそんなことになったものか、今やその競技には、 金がかけられていたこちらは順次郎一人。相手は次々に変わる。鉄棒を曲げ、曲げたのを元どおりまっすぐにするので、細いのから順次に太いのへ移る。皆順次郎の敵ではない。おそらく増蔵が教えたものだろう。順次郎のやり方は、 極めて巧妙なもので、細いのから太いのへ移るたびに、これは難しいかなといった風な軽い躊躇の色を見せ、その曲げる仕草も力いっぱいといった感じをよく表す。そこで次の相手が挑戦するのだが、いざやってみると到底勝てない。 かける金は皆マスゾウの手に収まる。さあ、お次はどうだその若い衆は見事な体をしているな。草相撲では大関を張る滑覆だ。その腕力に物を言わせて、カ道丸の鼻を折ってみせないかそっちの若い衆はどうだマスゾウは もうけたものを財布へ入れながら、能弁にこう言って誘いかける。なんというやつだ吉兵衛はすでに怒りだしていた。いつもヤシのようなやつだと言ってはいたが、まさか本当にヤシになろうとは思わなかった。あきれて物も,も言えない。だが、増蔵は、 資金を送ってきてきいる。何のための資金でしょう吉兵衛は顔を真っ赤にして反問した若殿を探すための資金じゃありませんか我々がこれまで苦心してきたのも今や話し討ちの追っ手を受ける身になったのもみんな若殿を探すためだったんだそれをあいつ あの持ち家のやつは何だあいつは資金は作るでしょう。しかし、探している党の若殿を大道芸人のように使って、それで若殿を探す資金を作る。こんな馬鹿な話がどこにあるか。こんな大ベラうなとぼけたような、その。気流は怒るか まあ、とにかく行こう。迅士郎はこう言って吉兵衛と共にその人垣を離れた。お前は怒るが怒るだけじゃ済まないぜ。なるほど若殿を探すために若殿をあんなふうに使うのはべらぼうだ。しかし彼は知らないんだからな。もちろんさ。 知っているとしたら、俺が生かしちゃ起きませんよ。彼は知らなかった。ヤシのようなことをするのも悪い。だがね、彼はみんなのために悪を言われながら、いつもみんなのために資金を作った。そうして我々が、見当違いなところをうろうろしている間に、偶然ではあるが、 若殿に巡り合い、ああして若殿と一緒にいてくれた。そうじゃないか。大道芸人のようなことをおさせ申したのはいけない。けれども、あの手があったからこそ、今日俺たちも若殿に会えた。彼がちょいとした仕事というあの手がなければ、もうとうに別れていたかもしれない。そうすれば、 若殿はどこへどう行かれるかわからないじゃないか。それはまあ、言ってみれば、理屈としてはそうだろうが。ここで待とう。仁志郎は二十軒ばかり来て立ち止まった。終わって帰るのをつけるんだ。宿屋を突き止めてから改めて会いに行こう。 そして吉兵衛を見てニッと笑った。気流が怒るより、マスゾウのびっくりする方が百倍だぜ。そう思わないかね。あいつは大抵なことには驚かない人間です。カイドウマルが若殿だとわかってかもか。自分で大道の群衆にそうした相手が、 純次郎様だと分かってもかいその時、マスゾが、おっほっほと笑えるかどうか。俺はかけてもいいよ。吉兵衛は、むっと膨れた顔で黙っていた。純次郎の一つの目覚め。湖畔の温泉街に、古木屋という宿がある。その一間の、 湖の見える部屋で今風呂から上がった増蔵と淳次郎が暮れてゆく湖水を眺めながらうちわを使っているよくないこれはよくない淳次郎は独り言のようにこうつぶやいたこれまでついぞ曇ったことのない顔が 優秀のように、悩む者の,のように、眉を寄せ、口を引き締めている。俺は世の中をいろいろ見た。わずかな月日にいろいろなことを経験し、数え切れないほど多くのものを学んだ。嫌に深刻ですね。およしなさい。人はみんな、 生きるるために苦しんでい淳次郎は何やら訴えるような調子で言った「住んで食って着るということがこんなに貨車のない激しいものだとは思わなかった」「それだけならまだいいが性質の良くない恥を知らぬ者が勝手なことをし贅沢な生活をしているのに」 正直で善良な真面目に働く人間。勤勉でつつましい者ほど恵まれることが少なく、その日その日の暮らしに追われている。俺はこの目でそれを見てきた。悪いことをして飛んでいる者が、隣で食うに困っている者からさらに奪う。そして、誰もそれを不思議に思わない。 そこが世間の面白いところですよ。狡猾な人間はそう言っていられるだろう。人を陥れ、人を騙し、人からかすめ奪う知恵のある者は、それを面白いということができる。だがそれは間違いだ。それは悪いことだ。力のある者、知恵のある者は、 無力で愚直なものを助けなければならないはずだ。冗談じゃない。そんなことをしていたら、人間は何にもできやしませんよ。世の中は一日も休んでやしない。一時も止まらず進んでいるんです。力のあるもの、知恵のあるものは、それを最大限に働かして、 絶えず人をしのぐ仕事をしてゆくのが本当です。そのために無力な者や愚直な者たちが利用され、かすめられ、奪われるのは自然です。草木、中魚長寿、鳥獣、生きとし生ける者がそうでしょう。強くて賢い者が勝ち、弱くて愚かな者が負ける。 これが天地自然の大原則ですよ。お前が人間と鳥獣を同列にして考えるなら言うことはない。ただ一つ人間には進歩というものがあります。それは多数のものを苦しめ犠牲にするほど値打ちのあるものか。お互いが助け合い。 幸せになりながらできないことか。あなたの言うことは十五六の子供の程度ですぜ。そうかもしれない。だが俺はそれを恥じようとは思わない。順次郎は深く息をし、そしてゆっくりと続けた。たとえ俺の考えが子供らしくとも、 正しくないこと、間違っていることに平気ではいられない。それが世間の面白いところだ、などということはできない。俺は明日からお前と別れる。何ですって冗談じゃない。私と別れるなんて、そんなめちゃな。俺は基礎からここへ来る間に考えた。 俺たちのしていることは良くない。これは正直な仕事ではない。人を騙し、人のものをかすめる。俺は嫌だ。ちょっと待ってください。あなたはね。マスゾーはびっくりし、老狽して座り直した。そんないけないよ。そんな。おっほっほ。 いけませんよ。そんなめちゃなことを言って、どうして急に、そんな、およしなさい。どうかしてますよ。おかしいですよ。おっほっほ。酒でも飲みましょう。大事な玉に逃げられては困る。松蔵はうろたえて、とにかくごまかす気で食事の催促をしようと立って、 廊下へ出た途端向こうから来た女中があらと声を上げ今お迎えに来たんですけれどねあちらのお客さんがあなたを呼んでくれっておっしゃってるんですけれどね私を呼んでこいって私だけかいええ丸く太っている人だけとおっしゃってるんですけれどね ごひいき筋かなどの部屋だこちらですという女中について廊下を曲がっていったが一番端の部屋ちょうど今あんどんへ火を入れたばかりのその部屋へ入ってそこにいる二人を見るなり増蔵の丸型の顔は夜が明けたようにえみ崩れたようこれは これはどうも。入って閉めないか。ジン郎がそう言った。マスゾは障子を閉めて、ニコニコ笑いながら二人の前へ座った。これはちょいとしたもんだ。まさかと思ったよ。おっほっほ。手紙を見てきたんだろうが、それにしてもよく会えたもんだね。思いもかけなかったよ。 ちょいとしたもんだ。おっほっほ。そうだ、今のうちに笑っておけ。吉蔵がムッとした顔で言った。もうすぐ笑えなくなるからな。